駅周辺を映した航空写真画像中央下部が目沼駅舎画像中央上部が杉戸機関区目沼発出所1975年1月29日撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成目沼駅はかつて埼玉県大里郡名沼町にあった東武鉄道熊谷線の駅である 熊谷線の廃止に伴い1983年6月1日に廃止となった。駅跡周辺駅跡の線路があった部分は道路となっている。目沼派出所の跡は現在空き地となっている。また、廃止後駅舎はしばらくの間廃止大替の急行バスの待合室として利用されたが、道路拡張の際に撤去された。現在の朝日バス。 熊谷駅目沼線のニュータウン入り口停留所付近にあたる。このバス路線はもともと東部バスが熊谷線の廃止代替として設定した急行バス路線が現在も引き継がれているものでかつては目沼停留所を名乗り路線終点となっていた。しかし朝日バスへの移管時に東側のニュータウン地区内へ路線延長され現在は 新しい終点が目沼停留所を名乗っている。前日の通り、東部時代に待合室の撤去が行われ、その場所に現在はドラッグストアが営業しており、駅であった面影はほとんど消滅している。校内にある息吹の木とシュロの木が当時の面影を止めていたが、一部を除いて撤去された。駅跡の北側にある熊谷市立目沼資料館には、 熊谷線で使用されたキハ2000系機動車が保存展示されている。ありがとうございます。